はい、皆さんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。本日は昼に御社会議と役員会を開催いたしました。ご報告できる決定事項はですね、今後の国会の様子状況を見ながら、おそらくゴールデンウィーク明けにですね、憲法審査会の方を動き出すのではないかと。今日もこの後憲法審査会の幹事懇談会ありますけれども、ゴールデンウィークが明ければですね、実際幹事会を開いて、憲法審査会の方を動かしていくのではないかという情報が流れています。それに対してですね、我が党はすでにご案内のように教育の無償化、統治機構の改革、憲法裁判所の設置という3項目を、改正項目に挙げております。これをさらに精緻なものにしてですね、憲法審査会の方に、提出できるように、準備を行うということと、自民党さんが4項目、案というんですか、挙げられておりますので、それについても検討を始めるということが決定をいたしました。先週も申し上げたと思いますが、あまりにも憲法審査会、お休みをしすぎでございます。500連休ぐらい休んでるという話もありますので、積極的に開催をして、議論をしていくと。国民投票法の改正に始まって、国民投票の際の CM 規制ですね、これについては国民民主党さんも、大きな興味を示しておられてご意見もお持ちですので、その辺はよくお聞きをしてですね、我が党の考え方をまとめていきたいというふうに思って、今日先ほどですね、天皇陛下のご即位の30年、のお祝いの、集いがございました。私も行ってまいりましたが、非常に感慨深いといいますか、重みのある、そして趣向を凝らした集いであったというふうに思います。総理も最後までいらっしゃいましたので、皆さん方もお喜びになられていたのではないかなというふうに思います。あと、今週日曜日に前半戦の統一選挙が終わりました。大阪ではですね、ご承知のように大阪府知事、大阪市長を引き続きお扱いすることになりました。また大阪府議会では過半数を超えて、大阪府議会では過半数をお預かりをし、大阪市会でもあと2席というところまで、過半数まであと2席というところまで、2席をお預かりすることができました。私の出身地であります堺市では18人、候補者を擁立しましたが全員当選ということで、ございます。これまでを振り返りますと、やはり大勝したときはですね、どうしても気が緩んで、特に新人の議員さんについては、いろんな、いろんな、不規則な発言であるとか、失礼な行いであるとか、そういうことが多々起こりましたので、やはりここは気を引き締めてですね、我々は何度も申し上げておりますが、ふわっとした民意、民の力に支えられておりますので、その民の力、民意にあがらうような、また、反するようなことのないように、真摯にですね、進めていきたいというふうに思います。これだけ勝たせていただいたということは、やはり大阪での改革が認められたということと、これまでの統治機構の在り方に、やはり多くの方が疑問を感じ出したということだと思います。大阪都構想は大阪だけの話ではなしに、根本的には東京の一極集中を解消する、また地方の過疎ですね、
自治体が消えていくということが懸念されている今、やはり、その過疎対策ということにも根底の部分でつながっていると思います。ですから繰り返しになりますが、大阪都構想を実現して、この国の150年以上続いてきた、この国の統治機構を変える、それがこれからの日本の成長と国民の安心安全につながるということを当然として挙げておりますので、これからもそれに向かって邁進をしていきたいというふうに思います。あと昨日から、衆議院の補欠選挙が始まっています。大阪12区、沖縄3区ということで、大阪の方では我が党公認候補、藤田文武君が立候補をさせていただいております。まあ直前にですね、共産党の方が辞職をされて無所属で出るという、まあ、暴挙に出ておりまして、野党結集と言いながら全く結集しないという状況でありますが、非常に大混戦だというふうに思います。国会議員などとしても一事務所一人の秘書を現地に派遣をして、できるだけ、国会議員も国会のお休みの時には現地入りするということでありますし、吉村新知事、松井新市長もできるだけ12区に入って応援をするということでございますので、引き続き全勢力を挙げて頑張っていきたいというふうに思います。あと、沖縄3区の方ですが、現地の沖縄維新の会総支部ですね、こちらの方が沖縄3区では島尻候補を推薦させていただいております。沖縄はですね、やはりこの基地の問題、大変な政治の混乱の中で、沖縄県民の皆様方に大変なご心配とご迷惑をおかけしているということは前にも申し上げてまいりましたが、やはりそういった沖縄の皆さん方の不安を解消するべく、やはりオール沖縄と与党との対決というものは結局何の生産性もないということを最近の情勢を見ていても思いますので、やはりオール沖縄ではなしにですね、きちっと県民の思いを汲み取って、不安を解消しながら生産性を上げていく、私も昨年沖縄県の知事選挙長期間応援に入りましたが、やはり一般の皆さん方はですね、基地がいるかいらないか聞かれればいらないと皆さん思っておられます。それと同時に自分たちの日々の生活、商売をされておられる方、サラリーマンの方、いろんな沖縄に対する不満というものもあります。ですからやはりこのバランスを取っていくということが非常に大事でありますし、辺野古の問題は普天間の危険を除去すると、これはもう長年議論をして、民主党が政権の時に閣議決定をしてしたという経緯がありますので、これを推進するというのは我が党の考え方でもありますし、合わせてインフラの整備、道路、鉄道、モノレール、港湾、そういったものの整備も進めていくと。今沖縄には大量のたくさんのインバウンドの方がお見えになっておりますので、そういったことにできるだけ早く対応できるように、そういう体制を作るためにですね、我が党は沖縄の方では沖縄維新の会として推薦を出させていただいたということを申し上げておきたいと思います。あと、先ほどの話に戻りますが、前半戦の都道府県議会議員選挙では我が党の当選者67名であります。うち大阪での当選者が51名、政令市の市議会議員当選74名、うち大阪での当選、58名ということで、あります。偶然にも大阪以外の当選者が16名ずつということでありまして、前半戦では残念ながら大きく全国に仲間が増えたという状況ではありませんので、
後半の市町村議会議員に関しては、吉持選対本部長とも話をして、さらに、活動を活発化させていくということで、国会議員もそれぞれの現地へ入っていただくということを確認したところであります。はい、私からは以上です。はい、それでは質問のある方、挙手をお願いします。冒頭の始めに朝日の斉藤です。道府県議選見ると関西以外が結構厳しく見えるんですけども、参院選は全国で戦われていますが、見えた課題と今後どうしようか。前にも申し上げましたが、やはり国政選挙は地方にやっぱり地方議員さんがですね、いていただいて、その議員さんのもとにですね、多くの、有権者の皆様方が結集されて、それが大きくなればなるほど、国政選挙での、勝利を得られるということだと思いますので、今回の前半戦の選挙が終わったときに、ある候補者から私のもとにすぐに電話がありまして、残念ながら全くダメでしたと、それはお疲れ様でしたという言葉を返しましたら、その方がですね、全く風が吹いてませんでしたと、こういうふうに言いました。私からはですね、風は自分で起こすものですよということを、申し上げておきましたが、風なのみの選挙で通るほど参議院選挙は甘いものではないと思います。ですから今回、少ないですが全国に仲間も増えておりますので、そういった方々を中心にですね、参議院選挙を戦っていけるような、比例の選挙もありますので、ぜひそういう、比例の選挙を、活用しながら地域活動、政治活動 を広げていくということで、改めて、お願いをしたいというふうに思いますし、またちょっと候補者も出揃っておりませんので、私の方では候補者どん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 獲得していきたいというふうに思います。そうですね、そういったことも地方に仲間を増やしていくための一つの方策ということでチャレンジしましたが、あまり結果は芳しくないということで、有権者の皆さん方からは、私も地方議員上がりですので、感じるんですけれども、地方議会議員の選挙というのはですね、やはりどれだけ地域のことに精通しているか、地域の皆さん方がどういう、行政またインフラ整備等に、不満、要望を持っているかということを把握しないとですね、我々国会議員が演説するような話をいくらしてもですね、やはり地方議員さんの場合はなかなか有権者の胸に思いが届かないというふうに思いますので、その辺はちょっと時間がかかりますのでね、再三再四候補者要請の時にそういうことを申し上げてきましたが、その部分は反省をしながらまたやっていきたいというふうに思います。はい、どうぞ。はい、いいですか。すいません日本テレビ柳沢です。今回のダブル戦の結果なんですけども、勝因の一つとしてこの自民党から共産党までこう全て相手陣営支持するというこの姿勢が受け入れられなかったというところもあると思うんですけども、幹事長ご自身はこの反維新の在り方についてどのように分析されてますでしょうか。私の経験から申し上げますと、寄合所帯の選挙というのはですね、誰もが責任を負わない、日々ですね、日々の活動の中で誰もが責任を負わないという、悪いパターンになることが多いです。ですから今回も自公さん、自民公明さんの推薦、そこに国民さんや立憲さんや共産党さんが協力しますよということによってですね、おそらく陣営が緩んだんじゃないかなというふうに思います。これだけの頭数が揃えばおそらく大丈夫だろうという、安心感がですね、こういった結果につながっているのではないかな、そういうふうに思います。
はい、時事通信の平原です。補選の沖縄3区のことについてお伺いしたいんですけれども、推薦されている候補は普天間の移設、辺野古移設について苦渋の選択ということで容認をしているんですけれども、改めて日本維新の会としてその辺野古移設についてはどういうスタンスで臨まれているんでしょうか。はい、辺野古移設についてはですね、我が党も先ほど申し上げましたように、十数年前から議論を、アメリカと日本、また沖縄、米軍、そういった関係者の協議、話し合いの中で決定している事項であります。その時のベストな選択が、国として閣議決定に至っているわけですから、私は日本維新の会としても今はですね、辺野古移転はするべきだと、普天間の基地を視察に行かせていただきましたけれども、危険極まりないということは事実だと思います。ですから一旦辺野古に移転をしてですね、かねてから申し上げておりますように、この基地の分散、沖縄から基地を基地機能を少しでも落としていくというための方策をですね、次のステージとして私は考えているべきだというふうに思います。この間オスプレイの訓練機が、ちょっとなんか調子が悪くなったようで、大阪の伊丹空港に緊急着陸をして、チェックをした後離陸したというような話もあります。そういう観点でもですね、本土の方でどういう機能を受け入れられるのか、安全保障上のいろんなバランスの問題もあると思いますので、その辺はよくまた話し合いをしながら、基地経験については次のステージに移っていくべきだというふうに思います。関連して相手候補は辺野古を反対というのを明確に唱えていると思うんですけれども、この今回の結果がその普天間の移設にどういった影響を与えるというのを考えましょうか。国の方針としてはすでに決定をして工事も始まっていますので、これを途中でやめるとかいうことになればですね、またこの基地問題を長引かす、そういう原因になるでしょうし、海の環境としてもですね、中途半端なことをすると、環境が余計悪くなるんじゃないかという話もありますので、自民党というか政府側も辺野古の工事については、中止をすることなく、進めていくという決意を述べておられますので、直接補欠選挙の結果がですね、その基地の移転問題にコミットするということはないと思います。すいません、フランス店の及川と申しますけれども、男女比に、議員の男女比について伺いたいんですけれども、前半戦の県議会議員、そして政令指定都市の議員さんに、当選された方の男女比大体どれぐらいかということと、今後男女比のパリテを目指している政党もありますが、男女比についてはどのようにお考えでしょうか。うちの政党としての、女性の当選比率というのはちょっと今細かい資料を持っていないので分かりませんけれども、我が党としてはもちろん女性の社会政治進出というのはウェルカムです。で、我が党は女性だけじゃなしにですね、いろんな世代の皆さん方に政治の世界に入っていただくべきではないかという考え方を持っております。それは浦野衆議院議員がですね、青年局長も務めていただいてまして、選挙権が18歳まで下がったわけですから、非選挙権もですね18歳に下げるべきではないかという話も再三しておりますし、いろんな世代、いろんな職業、いろんな、性別の方がこの政治の世界に入っていただくことによって多様性が生まれてですね、より良い政策が仕上がっていくんじゃないかなというふうに思いますので、女性だけを極端にですね、
まあ、他の政党の話をしてもしてはなんですけれども、まあ、あの女性には公認料を、まあ、上積みして払うとかですね、そういうことは我が党としては考えていない。ただ、まあ、あの女性でやる気のある方はどんどん出ていただくという方針には変わりはない、はい、数字だけを合わせばその男女の政治の世界での、まあ、活躍が、まあ、見込まれるというわけではないと思いますので、これからも、まあ、多様性のある政党というのを目指してやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。すみません、下部の早めです。大阪12区の構成の件なんですが、まあ、聞かれたかもしれないですけど、共産党の小池さんなんですけど、記者会見で、まあ、打倒安倍だけでは耐えきれないんじゃないかという質問、打倒安倍だけでは戦えないんじゃないかという質問に対して、まあ、大阪の不正姿勢を、問う選挙ではなく国政の選挙だと、で維新はその補完勢力で、国政における維新の役割を金魚を超えるものだという、まあ、ちょっと、まあ、厳しい発言されたと。金魚の国に対して失礼ですよね。で、まあ、我々から申し上げると共産党さんはつい先週まで自民党とタッグを組んで戦っていたわけですけれども、その2日後には今度はまた安倍政権だと自民党だと言っておられます。私から言えば共産党はカメレオンです。その時その時によって色を変えるカメレオン。でもね、カメレオンの方がマシなんですよ。カメレオンは、ね、害虫をね、パクパク食べてくれますけれども、共産党というカメレオンは、ね、税金をパクパク食べる、そういうカメレオンなので、国民国家にとって大迷惑ですね。はい、はい。名刺受けます。大阪の W 戦の結果を受けて伺いたいんですけども、公明党との関係なんですが、まあ、大阪では都構想ということになると思います。教育が公明党から得られなかったのは、衆議院の選挙権の対応について現時点どのようにお考えでしょうか。はい、これはですね、一部報道でももうすでにありますが、まず法定協議会ですね。法定協議会の方は府議会が過半数を超えましたので、府議会側の府側の法定協議会のそれぞれの各政党に対する案文提出が変わります。ですから法的協議会自体は維新が必ず多数決をすれば、まあ、勝利をするという構図に変わっていくと思うんですね。ところが、まあ、公定票であるこれ何勝利、各国の名前を決めたりとか加え決めたりとか、法的協議会で、法的協議勝利か協議勝利、それが、まあ、法的協議会で成立をしても、その次の段階として、府議会、市議会での、まあ、採決というのがなっておりますので、で市議会の方は残念ながら過半数を超えていませんので、そこでですね、他党との、まあ、協力が必要になっていくと、そこで、協力が得られなければですね、やはりその協力を求めた政党に対しては、まあ、戦わざるを得ないということになると思います。から、まあ、そういう意味で自民党とも今回も戦ってまいりましたけれども、次そのステップアップしていく途中にですね、協力を求めて、協力していただけないという政党があれば、まあ、その次の選挙では戦わざるを得ないということになると思います。他に何ですか。はい、来週の前に僕は憲法の関係の参考法が今、維新関係の方針で、まあ、それより精緻な運営をしていくという話だったんですけれども、それも、憲法審査会に、具体的に提出できる条文案のものを作りたいということなのか、まあ、その面についてはどれぐらいの時期だったんでしょうか。成分化するということも含めてですね、もう少し制度設計必要だと思うんです。まあ、教育の無償化は、今年10月から消費税が上がれば、消化始まりますので、その部分との整合性がですね、そういうことが必要になっていると思いますので、成分化することと、まあ、今おっしゃっていただいた、
成分化するということと、まあ、何でしょう。成分化していくというのは、という点、まあ、要するに、中心社会にその原案として出せるような成分化していくというご趣旨なのかというと、あとその、スケジュール。スケジュールですか。あの、スケジュールは、統一地方選挙が終われば、憲法調査会を開いていただいて、党内での議論を進めていく。まあ、いろいろ課題ありますので、我が党の憲法改正原案だけじゃなしに、先ほども申し上げましたが、国民投票法の改正、国民投票する際の CM 制の問題、まあ、そういったこともですね、議論していただいていると思います。はい、通信の平原です。すみません、沖縄産区の話に戻るんですけれども、大阪ダブル選では、まあ、大阪と大阪市共に議席を取って、まあ、民意において都構想を進めていくということになると思うんですけれども、その3区の方で直接補選の結果が影響しないというのは、ここの違いはどうお考えでしょうか。まあ、沖縄3区の選挙はですね、全てのことが全ての戦う論点基地の問題だけではないと思います。先ほど申し上げましたように、まあ、現場へ入ればですね、商売人の皆さん方、またサラリーマンの皆さん方、もう少しそのインフラをきちっと整備してくださいという声はたくさんありますので、まあ、そういうことを求める方々が、自民党の公認候補者にですね、票をまあ入れられるのか、まあ、それともそういう方々もオール沖縄の方に票を入れるのか、その辺はよく分かりませんけれども、オール沖縄が勝ったからといってですね、全ての投票者がオール沖縄に投票された方々が辺野古の基地が絶対反対という方ばかりではないと思いますので、そこはですね、まあ、すでに決定している、国の方で決定されているということですので、これがまあ途中で、その選挙をしてですね、変わることになれば、まあ、莫大な時間と税金の無駄遣いになると思いますので、私は沖縄産区の選挙結果というものがその基地問題を左右するというファクターになるとは思います。はい、今国交委で審議されたアイヌ振興についてお伺いしたいんですけども、福島さんは、ね、反対だというふうに言ってましたけども、どこが一番問題だと。先ほども申し上げましたが、我が党という政党は多様性というのを認めています。まあ、そういう中でですね、アイヌの皆さん方が歴史的にもご苦労されたり、まあ、差別を受けたり、そういう、まあ、歴史的な事実があるということは我々もよく分かっています。ただ、だからといってですね、国の税金をじゃんじゃんその投入してですね、まあ我々から見て不必要なものまで取る必要があるのかということが、まあ、大きな反対の一つになっています。特に大阪ではこれまで、まあ東亜の問題等でですね、まあ、国の地域改善対策事業以外にもそれぞれの区やそれぞれの自治体が、まあ官費を投入してですね、いろんな、まあ、対策事業をやってきましたが、それが本当に、まあ、差別の解消というものにつながったのかという反省のもとにですね、この10年間いろんな改革をやってきてますので、その、まあ、鉄を踏まないようにですね、我々アイヌの方々はどうでもいいと思っているわけではありませんので、本当に必要な事業を逆に、まあ、手厚くするぐらいの方がいいと思うんですね。まあ、国立のいろんなまた箱物を作ってですね、もう経営は地元に任すけれども赤字になったら補填しますよと、まあ、そんなおかしいね、ことは私はもうこの時代ないと思います。維新としてはそういう部分については納得できない、了承できないということです。はい、名刺です。参議院の歳費の削減の関連で伺いたいんですけど、今朝ゆかに国自民公明ゆかに国の中で、先般の定数参議院の増に対する
歳費の削減、この法案の成立を急ぎたい、閣議も裁判決定ですけれども、維新としての対応、これまで定数増に対しては反対の立場だと思うんですけど、この法案の対応についてどうでしょうか。はい、我々独自に参議院では法案を出しています。報酬の2割カット、定数もカットするというね、参議院の国会改革法案というのがありますので、それを、対案として提出させていただいて、議論していきたいというふうに思います。自公のこの根拠を、確認した削減に対する考えは改めていかがでしょうか。小手先でごまかすようなことをね、やっぱりやらない方がいいと思うんですね。全国の自治体の議員数、今人口減に伴ってどんどん減ってきています。今回の前半の統一地方選挙も無投票というところがですね、前回よりも大きく伸びて、30% ですかね、になっておりますので、私はこの間のテレビでも申し上げたと思うんですが、2回連続無投票になれば定数を自動的に減らすぐらいのね、そういう法律を作った方がいいんじゃないかという思いもありますので、今自公が出している参議院改革の法案については全く無意味だというふうに思います。で、参議院がやるんであれば衆議院もやったらいいと思いますけどね。参議院の定数を増やしたからという、理由になってますが、国会全体の経費が増えているわけですから、ですから衆議院も足並み揃えてるんですね、2割カットやったらいい。また戻って恐縮なんですけれども、先ほどのお話の続きで、その辺野古移設は今回主要な争点では先ほどその、争点が辺野古だけではないというのと政府が決めているという意見があったと思うんですけれども、今回の選挙で辺野古は主要な争点ではないとお考えなのか、それとも争点であると考えますか、どちらか。争点であるかないかというご質問ですけれども、争点ではあると思います。ただですね、勝った方がですね、選挙に勝った方がそれで全てを差配すると、この基地問題についてはそういうレベルではないというふうに思います。沖縄の皆さん方にとっては、基地の除去というのは、心から望んでおられることだと思いますので、それが選挙の時に投票行動に影響を与えるというのは、これは事実ですし、真剣な思いで、その投票先を選んでいただいていると思いますけれども、そういう意味では争点ですけれども、選挙結果がイコールですね、その基地の問題を、今進行している基地の問題を左右するということではないと思います。はい、どうぞ。ごめんなさい、ちょっと憲法審議に話をしたんですけど、今回また野党が出て出席しない、この野党の姿勢についてどのように思うのかと、今週で3回目なんですが、ちょっと一段勝利しにそれで、なんていうんですか、話し合うで環境づくりをしていくっていう考えはないでしょうか。先の臨時国会からですね、私から見ても、自民党の筆頭管理は丁寧に時間をかけて、山花野党筆頭幹事とですね、話をされていたと思います。報告をその都度聞いてきましたが、開かせない理由がですね、毎回変わっていると、例えばこの通常国会であれば、いやいやその予算が衆議院を通らないとダメですとか、参議院へ行けば集中審議が終わらないとダメですとか、どんどんやらない理由というのが変わっていくんですね。ただそのやらない理由をおっしゃって、それに与党側が対応してもですね、次々やらない理由を並べられると対応しきれないというふうに思うんですね。ですから私はもうメディアの皆さん方もどう受け止めておられるか分かりませんが、これだけ丁寧にやってですね、3国会事実上開いてないわけです。ですからこれだけ丁寧にやってですね、それでも開かない理由というあるのかどうか、
今国会すべての委員会動いてますよね。いわゆる国会用語でいう凪の状態です。でなぜ憲法審査会だけ開けないのかというのは大義名分はないんじゃないかなというふうに思いますので、いつものように今野党側のやらない理由というか、政局に持ち込むための一つの材料になっているだけじゃないかなというふうに思います。大阪の補選ですけども、知事選、市長選はもちろん、知事さん負けたら、橋本さんがいらっしゃる中で、かなり大変だと思ったんですけど、それに勝ったと。次の補選は、市長にとっての位置づけっていうのはどうなんですか。勝つ可能性の、果たしていただける可能性の高い選挙ですので、顔ぶれとか、その今言っていただいたような大阪の状況であるとか、可能性としては非常に、高い可能性があると思います。必勝期してですね、全頭を挙げて戦い抜いていく。本人昨日の第一声では、東京の真似をするのではなしに、これからの日本は大阪に任せてくださいということを言っていましたが、それぐらいの心意気でですね、この選挙は戦っていく。そのためには12区を必ず勝ち抜くという思いでやっていく。それと、先ほど及川さんのご質問に、女性の比率、当選した女性の比率というのがありましたが、女性が21名全国で当選をさせていただいておりまして、当選者に占める比率は 14% ということです。ありがとうございます。他にございますか。なければこれで終了いたします。はい。